あれから3週間余り、帝国と俺たちをめぐる状況はささやかながらも大きく動いていた。ザクセン鉄鉱山の事件を受けて帝国解放戦線は壊滅し、それとガレリア要塞での功績を認められ、俺たち7組のメンバー全員が帝都のバルフレイム宮に招かれたのである。エレボニア皇帝ユーゲント3世、アルフィン殿下たちの実の母君であるプリシラ公妃、お二人に拝謁しねぎらっていただいた一方、俺たちは改めて帝国を二分する勢力の領袖たちに対面することになる。帝国各地を支配し絶大な権力を持つ四大名門と呼ばれる4人の大貴族、帝都と鉄道網を中心に改革を進める鉄血宰相と、その盟友たる帝都知事、俺たちをねぎらいながらも、両勢力はテロリスト存在をめぐって互いを牽制し、静かな火花を散らし続け、最後には呆れ果てた顔になった陛下に釘を刺されるのだった。しかしテロリストが壊滅したことで、彼らを密かに支援したとみられる貴族派は表立って動きにくくなったらしく、革新派も独立問題でクロスベル方面が騒がしくなったことへの対処もあり、図らずも帝国内部における対立はしばし小康状態に落ち着きそうだった。そんな中、かねてよりの懸案だった学院祭のステージ内容が決定し、マキアスとユーシスのデュオ、委員長のソロという二曲構成が発表された。当然本人たちからは異論や狼狽の声が上がったが、クロートエリオットから演奏担当の構成インパクト重視の演出意図を聞かされるに及び、他の7組メンバーは大いに納得し、最終的には本人たちも反論しきれずにめでたくステージ内容が決定するのだった。その一方で心乱れるような出来事もあった。アンゼリカ先輩が鉄鉱山の一件で父親であるログナー公の怒りを買い、トールズ士官学院を休学、事実上退学することになったのである。動力バイク、君が受け取ってくれないか。そんな先輩の頼みに悩んだ末、俺はしっかりと頷くのだった。それ以外にもオリバルト王子の提案でとある地への小旅行にみんなで赴き、7組の結束や共感、先輩たちの絆を改めて確認する出来事もあったが、それについては長くなりそうなので、また別の機会にでも話したいと思う。そして、本日は天気も良く絶好の設営日和になりました。先月から準備を進めて待ちに待っていた人たちも多いんじゃないかと思います。それではこれより学院祭の各種準備設営を始めます。期限は今日と明日の2日。明日の深夜はなるべく作業を持ち越さないようにしてくださいね。みんな怪我をしないよう元気に張り切っていきましょう。
俺だ俺。いや、実はトラブルでな、ステージ衣装の到着がちょいと遅れそうなんだ。急いでも明日の午前中になりそうだってさっき連絡があってな。おうよ、そこでだ。お前ちょっくら行って直接取ってきてくれねえか。おう、本店にいる職人が手掛けてくれている。夕方には完成するらしいから直接受け取っちまえばいい。俺が言ってもよかったんだが、ちょいと手を離せなくてな。何言ってんだ。こういう時のために受け取ったもんがあるだろうか。そいつは好きにしな。そうそう、できれば一人手伝いを連れていくといい。11人分の衣装ともなればかなりの荷物だろうからな。そんじゃ頼んだぜ。
らら。へえ、悪くないじゃない。ふん、露出は多めだがいいセンスをしているな。うん、悪くないかも。黒でお揃いなのもかっこいい感じだよね。なんだか落ち着かないです。色っぽいね。まさかここまで華やかになるとは。ぶっちゃけエロいね。信じた私がバカでした。うんうん、睨んだ通り髪をほどいたのは正解だったわね。さすがシャロン、セットも完璧、グッジョブだわ。恐れ入ります。エマ様もそうですが、お嬢様や皆様も素敵ですわ。あら、そっちもいいじゃない。白い装束、古い宮廷風の衣装も入っているようだな。エセ王子っぽいけど悪くはないかも。僕たちと違ってデザインは同じみたいだけど。野郎のステージ衣装なんざあんま凝っても仕方ねえだろう。花は女子どもに持たせて、男子はあえてお揃いにする。これぞ
メリハリってやつだぜ。なるほどな。髪の色や背の高さが違うから逆に引き立つかもしれないね。ふん、この手の衣装なら俺は着慣れてなくもないが、お前が着ると正直冗談にしか見えんな。放っておいてくれ。誰が好き好んでこんなエセ貴族風の格好を。言っておくが、同じこの格好で僕と一緒に歌うというのを忘れてるんじゃないだろうな。思い出させるな。よし、そんじゃ今夜中にできる限りのリハーサルをやっちまうぞ。今日を入れて1日半、もう本当に時間がないから、みんなノーミスで行かない限り今夜は帰れないと思ってね。なんだその有無を言わせぬ迫力は。あなた音楽になるとほんと人が変わるわね。あ、今夜は帰れるのかな。あとで全員分のお夜食をお持ちいたしますね。シャロンさん、そういう問題では。まあこうなったら腹をくくるしかないだろう。もういいです、こうなったら恥も外聞も捨てて開き直るしか。こんな格好私だってしたいわけではないですが、でも一生に一度の機会だと思ってここは一つ。院長が壊れた。まあそっとしておくがよい。
今までで一番いいかも。ああ、やりきった実感があるな。もうこれ以上は無理です。問題は本番で今のができるかだけど。大丈夫、心配はいらないよ。ここまで仕上げたからには、あとは運と女神様次第だから。そういうものか。裏を返せばどこまでやっても運に左右されるんだな。だったら運すら強引にねじ伏せてくれる。いやー、お疲れさん。これ以上やっても仕方ねえし、あとは本番でいいだろう。クロウにそう言ってもらえると安心かな。今の時間は午後3時。もう夕方くらいかと思った。それだけ密度の濃い時間を過ごしたということだろう。とにかく寮に戻ってちょっとだけ休みたいです。おいおい、何を寝ぼけてんだ。ステージにはサプライズとアンコールがつきもの。やっと他のクラスに勝てそうなダメ押しが狙えるんじゃねえか。え、サプライズとアンコール、何それ。冗談で言ってたあれをやるつもり。ちょっと待ちたまえ。この上追加の曲をやれと抜かすんじゃあるまいな。ふふん、そのまさかだ。なーに、聞いちまったらお前らだってやりたくなるだろう。メロディーはシンプルかつ有名、歌詞もそれなりに知られてる。さーて、時間もないことだし、段取りを説明させてもらおうか。あ、悪魔。はあ、以上。しっかりするがよい。
ありますが、臨時ニュースをお伝えいたします。本日午後、クロスベル自治州で国家独立宣言が行われました。これは先の住民投票の結果を受けて自治州政府が独断で行ったものであり、法的実行力を伴うものではありません。すでに帝国政府からはこの独立宣言を断固認めないとの声明が出されており、同自治州の領有権を主張するカルバード共和国の大統領府からも同様の声明が出されているようです。ですが自治州代表のクロイス市長はクロスベル独立国という新たな国家名を同時に発表しており、国防軍なる軍隊の保持も宣言し、内外に緊張が走り始めています。